明眼院は愛知県天群大春町にある天台州の寺院である。日本最古の眼科専門の医療施設として知られる。なお、現在医療行為は行っていない。かつて、尾張国海東軍、真島村と呼ばれていた、この地に、延暦21年に最長の弟子である聖縁が御大山安陽寺として回帰したのが始まりであるとされている。 南北朝時代に入ると、県務以後の争いの戦火で寺の大半が消失して、荒廃状態にあった。そこへ訪れた、神丸が付属の白山社と共に再興して、本尊である、薬師如来にちなんで、伊王山薬師寺と改名した。縁分2年、昭平12年のある日、神丸が自暴である蔵南房で睡眠をとっていると、夢の中に異国人が現れて、 眼病治療の秘伝と眼病に効く霊水のありかを告げた。目を覚ますと、その傍らに眼科専門の漢方医学の書が置かれており、夢で示された場所に行くと霊水が湧いていた。これを薬師如来の化身によるものだと考えた。心眼は、その書を精読したところ、異国人が伝えた秘伝の意味が理解できるようになった。そこで自分を眼病患者のために解放して、 眼科治療を始めることになったのだという。当時の眼科の治療法としては、内服薬、薬液による洗顔、軟膏調布、粉末散布の他に、針や落法による簡単な手術などであった。それでも、内障や血膜炎などの広範な治療に効果を発揮していた。その名声は朝廷にも伝わり、やがて栄章15年には朝廷の依頼を受けて、薬師寺の僧侶が、 五柏原天皇の眼病を治療する。ついで寛永九年に御水皇上皇の御子の眼病の治療に当たったことから、名眼院の院号を賜った。明和三年には、桃園三門の第二王子の治療を行ったことから、直眼寺の格式が与えられた。小田切春枝が終わり名所図に天保九年度を十二年に描いた名眼院の全体図。広い境内に治療施設や、 患者の居住施設があるのが見て取れる、終わり名所図に描かれた、明眼院公園。その頃、明眼院に治療に訪れたキリシタンが、幕府や終わり藩の迫害を逃れて、いわゆる、キリシタン道路を寄贈した。窓家けらはその真意を悟ったものの、困窮する者を見捨てられないとして、密かに安置する、ことを許してこのことは、明治維新まで寺の極秘とされていた。後に、 十字宴会が桜町天皇の御子の治療に当たったことから、名願院の十字を県内僧侶に任じた。こうして、道院の名声は広まって、全国各地から診察を求める患者が来訪し、大名の小堀正和や、画家の丸山王居、国学者の元織春庭なども、道院で治療を受けたとされている。また、尾わ藩からも、治療として三十六国が与えられていた。十八世。 援助は、天保年間初期に長崎に留学して、オランダの医学を学び、治療に取り入れるなどしたという。なお、江戸時代の複数の記録では5から18棒の達中があったとされ、慶長13年の終わり班による最初の検知において、7棒の達中の存在が記録されている。軍村巡航期には18棒との記述があるが、これが正確なものかは、はっきりしない。 これらの立中のうち、倉南坊と大地坊の間で、真島流眼下の本当争いから範囲への訴訟が複数回にわたって行われた記録があり、天保7年に大地坊が排除して矛盾になったという。1868年にかけて発せられた新物分離令や、1874年に施行された移術開業の修行規則によって、古代以来の総意が禁じられると、 断下を持つことなく医療行為の報酬と藩からの援助によって成り立っていた人員経営は困窮することになった。当時の十字は原則して西洋医学を学び直し、後に名古屋で眼科医として開業している。また、今日、真島生を名乗る眼科医が多いと言われているのは明治以後に医療活動を禁じられた名眼院の僧侶の中に西洋眼科学を学んで、 眼界としての活動を再開し、その際に、明眼院の所在地であった、マジマを生として名乗ったからだという説もある。明治以降の寺税の衰えによってかつて、終わり名所税などにも描かれた境内は縮小。さらに1891年の能美地震や1959年の伊勢湾台風の影響で古くからあった建物の多くが取り壊された。 漢方元年に再建された本堂は地震にわえたが、伊勢湾台風で屋根瓦が飛ぶなどの被害を受け、1977年に解体されて、翌年に鉄筋コンクリートで建て替えられた。天井、壁、襖に描かれた仮の葉の絵で知られた客殿も地震で荒廃し、地元住民の寄付によって1952年に、 大修理が行われたが、伊勢湾台風で再び大きな被害を受けて解体されている。なお、東京国立博物館の裏庭にある王居館は、官方を2年に、名願院の書院として建てられたものを、水引きに、三井財閥の増田港によって引き取られて、品川久五天山の増田邸に移築し、後に、博物館に寄贈されたものである。 道館内の丸山王居作の襖絵は王居が治療の御霊に描いたものであると言われている。江戸時代に患者から霊物として寄贈されたものなどを中心に多数の文化財を有する。公術の大日如来座像を安置することから大日道とも呼ばれており、自伝によれば、混流は室町時代とされる。路盤には、 江戸時代初期の慶安2年の命が刻まれており、13世、窓か刑による大修理の記録と考えられているが、その文面から窓か刑が最高、建立したとする説もある。長州が治い会長州や終わり名所図にも描かれた二層構造の多方塔だったが、明治維新の後に寺と共に荒廃し、さらに1891年の農美地震で大きな被害を受けたことから、 上層は撤去され、仮想のみの現在の姿になった。また、この際に、草林も二つを残して取り除かれている。さらに1959年の伊勢湾台風でも被害を受けたため、1970年に修復が行われた。2014年10月に国の登録有形文化財に登録された。高さ110センチで、日の木材を制御作り、玉眼の仏像、 伝承では、時系大使の作とするが、現在では、平安時代の様式を模して、鎌倉時代に作られたと考えられている。平時は公開されていない秘物で、大日堂二十二新章像などと共に安置されている。2012年に町指定文化財に指定された。かつて二王門に安置されていた二区の金剛力士像で、13世紀末14世紀初頭の鎌倉時代の造流とされる。 阿行、運ウ、ともに、片腕の先が欠損しているが、その造形から、喜び派の物資によるものと考えられており、2011年に、町指定文化財に指定された。なお、二王門は、明治24年の農美地震で倒壊して撤去された。現在、二王像は、旧二王門瀬基地に屋根付きの格子に覆われた状態で、置かれている。かつての名ーガ墓地が、町役場横にあって、 南北朝時代に建立された、法教院島が現存している。1991年に町指定文化財に指定された。他にも、ゴミ図のお天皇から賜った茶箱や、明朝から江戸時代にかけての課長図4、幅など8点が、いずれも愛知県指定文化財に指定されている。なお、13世、窓家系が陳述者であった白山社に放浪した御輿が現存しており、 現在は大春町所有となっている。ありがとうございます。